今日です。今日なんですけどね、今出走表見てたら、同期がね、優勝戦乗ってたんで、まあその優勝戦、久しぶりに買おうかなと思って、今動画回しました。場所は福岡です。福岡のルーキーシリーズ。まあルーキーね、ちょくちょく見てたんですけど、たまたま見たら、優勝戦に3号艇で篠原誠也、5号艇で末永和也、2人乗ってたんで、まあここを買いたいなと思って、今動画回しました。で、まあ、末ちゃんだけだったら、まだね、もう優勝してるんで、まあワンチャン優勝するんじゃないかなと思ってるんで、多分動画撮らなかったんですけど、誠也ですね。3号艇の篠原誠也、初優勝かかってるんで、しかも今節エンジン良さそうだったんでね、ワンチャン優勝してくれるんじゃないかと思って買っていきたいと思います。はい、やっぱ同期の初優勝の時は基本的に僕動画撮るようにしてるんで、ここは聖夜マジで優勝してくれ本当に。でもあるぞ、福岡地元だしね、本当に聖夜優勝、まあ、スエちゃんには申し訳ないんですけど、ここは聖夜を応援させてもらいたいと思います。はい、ということでね、もうすぐ優勝戦始まるんで、返事見終わったらフラケン買っていきたいと思うんで、またね返事見終わったら回していきたいと思います。はい、ということでね、展示終わったんで、船券早速買っていきたいと思います。まあ、ここは3頭で買いたいんですよね。考えられるのは、聖夜スタート早いんでね。まあ、フライング1本持ってるんですけど、結構スタート行くときは行くタイプなんで、ここ優勝絶対にしたいと思うんですよ。今節。絶対したいと思うんですよ。僕がその立場だったら絶対スタート行くんで、まあ、3のまくりから考えたいかなって思いますね。で、まあ、3のまくりで言うと、まあ、4号が続くかなっていうところ。で、まくり差しは多分、1の定松もエンジンいいんで、先に回らせたらまくり差しは決まんないなと思うんで、まあ、まくった時の1残し、1と3がこう競り合って、まあ、3がちょっと前に出るみたいなパターンであるんで、3頭の2着145、3着145で買おうかなって僕は思ってます。はい。まあ、そんな感じですよね。まあ、その6通りで、一番ついてないと60倍ぐらいですね。満州もついてるんで、ここ、出目によっては、31の場合は60倍ぐらいなんですけど、34、35ってなったら、満州つくんで、いくらずつにしようかな。満州もとこは200円。31も315だけ500円ずつ。341、351。345、354は200円ずつ。まあ、どれが来ても、満はつくんで、っていう感じで買いたいですね。まあ、スエちゃんの頭も買っといていいんだけどな。ここはぶっちゃけ。まあ、3が攻めるとなると、なんだろう、内側と喧嘩した時に5のまぐり差しはずっぽり入るかなと思うんで、まあこれは聖夜だけ買うのもあれなんで、スエちゃんの頭も買っていこうかな。まあ、スエちゃんが頭に来るとしたら、まあ51よな。まあ1と3が喧嘩しての5のまぐり差し、51全52もあるかな。でも52だとバカつくぞ多分これ。51全52全にしようかな。51全だけでいいか。まあ資金的にないんでね。まあ最近本当に船券買ってなかったんで、ちょっとここは51全だけにします。軍資金がないんでね。51全マンションじゃないとこもあるな。満州じゃないとこは400円ぐらいにしとこうかな。まあ、90倍とかか。まあ、締め切りで何倍になるか分かんないですけど、満州じゃないとこは400円。満州のところは200円ずつぐらいでいきますか。まあ、今日本当に緊急で回してるんで、このレースしかやらないんですけど、まあ、このレース一発でね、当てたいっすね。で、最近、だけ買ってないんですけど、まあ、たまにこう見て、見るは見るんすよ。で、いいのあったら、まあ、僕が基本的に船券買うときって、自分が買いたい目をまず予想して、でそれとオッズを照らし合わせて、でそのオッズが、自分の期待値より高かった時に買うんですよね。だからこれ来るなと思って、あーまあそう本線だよなとか、まあそれぐらいのしかつかないよなっていう時は買わないっす。その時は買わなくて、この買い目で満州つくのとかっていう時買うんすよ。で、それ前回買って、まあ、ここに一応的中のやつ貼っとくんですけど、4通りで満州当てたんですよね。僕意外と見る目あるなと思って、まあ、自信最近あるんですけど、まあ、ビギナーズラックというか、毎日買うと意外と当たんないんだけど、やっぱちゃんと見極めて、買いたいレースで買えば意外と当たるなって最近思ってます。まあ、そういう時にね、僕動画撮ってないんで、うわーこの4点買いの満州とか、まあ、その前で言った SG とかも満州撮ったりしたんで、そういうの動画にできなかったんですけど、今回はちょっと来てほしいですね。まあ、動画撮ると当たんないっていうパターンがまあ多いんですけどね。まあまあまあ、余談はこの辺にして、今日はこの1レースだけなんでね、まあ同期の優勝戦を応援するということで勝っていきたいと思います。はい、とりあえず買い目は3頭2着145、3着145で51前ということで、レース見ていきたいと思います。はい、始まります。いやー、ちょっとめっちゃ楽しみだな。聖夜マジで来るぞこれ。俺本当に3頭あると思うもん。ほんと聖夜の性格とかなんか持ってるやつなんですよ、聖夜。だから絶対来るぞ。頑張れ、マジで優勝見届けたいっす。ここは本当に同期の初優勝全部動画で抑えてるんじゃないかってぐらい僕やってきてると思うんで、ここはね来てほしいな。でも3が攻めてのスエちゃんのまくり出しとかが、まあ、一番おもろいんですけどね。なんかそっちかーいみたいなやつ。まあ一番、イン逃げはちょっと、
まあまあ応援してるんでね、貞松の僕は、まあ、誰が優勝しても、まあ1、3、5は僕誰優勝しても嬉しいっすね。頑張れ。いやー、聖夜スタート行って、まあ、フライング一本持ってるからね、思い切っていけるかっていうところなんですけど、聖夜は行くんすよ。頑張れ。まくりで3号来てほしいね。3号ワンツーフィニッシュしてほしいっす。福岡はダッシュが狭いんすよね。頑張れ聖夜。12秒前、行け、スタート行け、スタートからまくりだ。あー、揃ってるか。お、ちょっと行ってるぞ。行け、閉めろ。うわー、引っかかった。刺し、スウェちゃん来てる。くー、これぐ一番恐れてたというか、マジか。ご頭来たぞ、スウェちゃんのまくり刺し。待ってよ、サダマツ来い。サダマツ2着頼む。刺して、よし、5-1は勝ってるんでいいんすけど。うわー、せいやー。いや、でもスタートいったのはすごいな。うわー、スエちゃんに美味しいとこ持ってかれたっすね、完全に。いや、でもせいやの気持ちはめちゃめちゃ見えたっすよね。 F 持ちでトップスタートで、ちょっとゴリゴリ締めいってね、もうちょい伸びてから締めるっていうのもあるかも。まあしょうがないですね。うわー、うわ、せいやちょっとかわいそうだな。スエちゃんに美味しいとこ持ってかれちゃったっすね。だけどまあスエちゃんが優勝なら嬉しいっす、僕は。しかも勝ってるんでね、5-1多分90倍とかだったっすよ。5-1多分400円ぐらいだと思うんで、3万ぐらいいってるんじゃないですか。5-1、3着によるな。どこを400円にし、200円しか忘れたんですけど。うわー、ちょっと複雑っすね。僕は的中して嬉しいんだけど、まあ、スエちゃんも優勝して嬉しいんだけど、一番は聖夜に優勝してほしかったっていうのがあるんで、しかもあんだけスタートいってね、攻めた結果。おめでとう、スエちゃん。もうすごい。もうスエちゃんは何でも優勝する。しかもドリーム1号艇も飛んだんすよ、今節。そこで、やっぱ最終的には優勝するっていうところがスター性かなって思います。で、オッズっすよね、問題は。何倍なんすかね、オッズ。満州だ、満州、マジ !100 倍 !4 万っす。あざっす。ちょっとやばいぞ、これ。1レースしかやらずに、満州400円買いってちょっと、熱っ。満州で400円。4万円でかすぎるな。スエちゃんありがとう。まあ、展開作ってくれた。聖夜もありがとう。あ、聖夜ね、優勝してほしかったんですけど、エセバね、作ってくれて、スエちゃんの優勝のお膳立てをね、してくれたんで、次はね、聖夜が優勝してくれると思います。はい、っていう感じで、まあ、今日は本当に、もともと動画撮るつもりなくて、たまたま同期が優勝戦乗ってるっていうことで、ただ回しただけだったんで、1レースだけで終わったんですけど、まあ、結果、的中した動画を収めれたんで、よかったかなと思います。はい、っていうことで、皆さん、これからもね、124期の応援、よろしくお願いします。最近動画上げれてないんですけど、こういう風に自分が撮りたいなって思うレースがあったら、フェナケン買う動画撮っていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、っていう感じでね、今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらバトボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。スエちゃん優勝おめでとう。せいや次頑張ろう。